丈夫です、フラフープで。はい。それじゃあ今日はじゃあ会議をお酒が。はい、飲みます。何を飲みましょうか。日本酒4号で止めます。はい。されるのは山の上みたいな、こっちの方へ。独り占めされたくないです。みんなの自由人なんで束縛されたくないですけど、これ実は川崎彩ちゃんが考えてくれたんですよ。なんかすごいタイトル迷ってて、関西弁シリーズをいろいろ今までつけてたんですけど、どうしようと思って、でそのメーカーさんとも話し合って、関西弁じゃないので今回やってみようってなったんですけど、40個ぐらい私考えたんですけど、なんかどれもうんって感じで、